を持っていかないと風邪をひいちゃいますよ。任務のことを考えているの？それは後でみんなで話し合いましょう。今はあなたにお願いしたい簡単なお仕事があるの。はい、今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。うん、この名前でいいの？まああなたがそれでいいって言うのならいいけど、司教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。わからないことには変わりないわね。でも確かに間違ってはいないわ。さすがセイフレイヤの優等生ね。私は第四小隊の隊長のように厳しくないし、想像力のある答えを言ってくれたって怒りはしないわよ。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨウさんがセント・フォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話によるとこれは出張ということになっているらしいわ。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後リニアモーターカーに乗ってセントフォンテーヌに向かった。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。私たち第三小隊の任務は
ベルト・ヨーを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？さあ。最初この任務を聞いた時、まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから。じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も常に危険な前線にいた。彼は律者だけど頼もしい戦友であり仲間だわ。でもこの都市に着いてから、この件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカブツの他にも、この都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると、人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、形のない見えないバリア、それらがこの都市を覆い隠している。それがもし外との連絡を途絶えさせるために誰かが作ったものだとしたら、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたら、おかしな点が一つあるわ。ええ、この都市の真実を隠すのであれば、ベルトさんの注意を引くようなことはしないはずよね。彼の肩書きには怪しいところはないし、利用できるようなところもない。もちろん彼を誘拐した人物の目当てが彼の過去の肩書きだったら話は別ね。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上、このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し、随時進捗を共有しましょう。夕方になったらまたここに集合ね。少しもったいないけど、今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。戦場に到着。分かった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。はっ、で、分かった。隊長、了解。はっ！
大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったわ。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣？見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。おかしいわ、今回の任務一筋縄ではいかないよね。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういう時キャロルがいてくれたら助かるのに。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。心配しすぎたようね。でも十分気をつけてね。一気に潰さ。素材習得。隊長。大型目標発見。こちらの勝ちだ。素材。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと、体の構造は人間とそっくりだった。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、自然や科学の産物というよりも、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣、そんな感じがする。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？なるほど、地図の真偽を確認するのね。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。わかった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。一気に潰そう。素材習得。遅い。Huh?
ちらの勝ちだ。素材習得。